も楽しみなこの決勝ですね。そうですね、まず注目してほしいのは前半の入りですね。前半 50m を何秒で折り返すかというところが一つポイントになると思います。予想としてはやはり北島選手が、いますね。それにどれだけついていけるかというところが勝敗だと思いますね。世界記録の前半 50m が27秒67ですから、それを意識した入りということですね。はい、6コースの山口、7コースの富田あたりは後半伸びてくる選手でしょうね。そうですね、今回のこの100もそうですが、まあ、結果次第では200に非常に通じる結果になると思いますね。選考会第88回日本選手権男子 100m 決勝。北島いいスタートを見せました。7コースの富田もいい反応を見せましたが、浮かび上がって北島が早くも少し出ようとしています。北島が早くもトップ。3コースの佐久本は少し遅れている。5コースの立石も前半から飛ばしています。6コースの山口、7コースの富田は少し遅れ気味ですが、後半に強い選手、北島が飛ばしていますね。いい泳ぎしてますよ。世界記録との比較です。紫のライン、世界記録よりも速いペースで前半入ったいと話している北島ですが、どうか。27秒69、ほとんど変わりない。世界記録ペースの北島の前半の入り、北島、立石、先ほどという順位で折り返して、さあオリンピックに向かっていく北島。立石がここでできた、体半分のリードだ。北島残り 25m、 まだ世界記録ペース、まだ世界記録を上回っている。黄色いラインが派遣標準タイムですが、北島世界記録との戦いだ。立石もつけている、立石もまだ派遣標準タイムを上回っている。北島1着でフィニッシュ。そして立石も2着、オリンピック代表決定。日本記録ですね。日本新記録で決めてみせました北島。